はい、のぼりです。今日引いていくのがこちら、一番くじポケモンミミッキュズカフェタイム。はい、というわけでね、今回は年に一度のミミッキュの一番くじ、こちらを引いていきたいと思います。今回のコンセプトがね、カフェタイムっていうことで、カフェアイテムが勢ぞろいしております。ちゃっちょくね違う、早速ね、ラインナップちょちょっと見ていきます。まず A 賞、ミミッキュぬいぐるみ。こちら全1種類。いやでもミミッキュのぬいぐるみってゲーセンとかでもこのぐらいのサイズ見たことあるしな。まあ触り心地とかね、生地が違うのかなとも思いつつ、ひねりライン書いてちょっと思いました。続いて B 賞がコーヒーティーサーバー。こちらホットとアイスどちらも OK ということで、まあコーヒーはもちろんね、紅茶やレモネードなどのドリンクサーバーとしても幅広く使えるアイテムです。はい、続きまして C 賞、ふわふわジャガードブランケット。こちら全1種類、約70センチ。こちらなんと一番くじで初めてのジャガード折り仕様のブランケット。ふわふわモコモコで手触り抜群って書いてあるんで、これはちょっと気になるところ。続きまして D 賞、トートバッグ。こちら全1種、今回ラインナップされてるポケモンたちがプリントされてる可愛いトートバッグになってます。続いて E 賞、マグカップ。こちら選べる全2種類、フォルムが可愛らしいグリーンとピンクのマグカップになってます。続いて F 賞、テーブルウェア。こちら選べる全5種類、スプーン久しぶりだね。続きまして G 賞、ジャガードハンドタオル。こちら選べる全4種類。はい、ここでミミッキュ以外のポケモン、ピカチュウ、イーブイ、ポッチャマ登場ということで、これめちゃくちゃ可愛いね。そして一番下の賞、H 賞、アクリルチャーム。こちらはクローズド全10種類。やっぱカフェってことでね、まあホイップとかね、ちょっとスイーツ系のポケモンが入ってきてます。そして最後ラストワン賞、ミミッキュぬいぐるみラストワンバージョン。なんとこちら A 賞のぬいぐるみの首元に水色のリボンあしらっただけなのかな。はい、といった感じのラインナップになるんですけども、まあ、今回はね、少しゆるっと引いていきたいなと思ってまして、狙いはね、今回初のジャガードタオル仕様のブランケット、こちら C 賞のやつですね。あとアクリルチャームのワンパチ、このあたり狙って引いていきたいと思います。まあ様子見ながらね、10回程度引こうかなと考えてるんですけど、まあ状況に応じて少しねプラスしようかななんて思ってます。というわけで早速ね、くじ発売日気合入れて引いていきたいと思います。はい、お願いします。違うの来てくれ。おお、いいね。はい、というわけで戻ってまいりました。いや、スパイファミリーではね、A 賞引けなかったんですけど、ミミッキュのくじでは、なんと一撃目に A 賞引くことができました。いや、すごいね。開幕一発目に A 賞はね、結構珍しいんじゃないかな。まあ、ただね、一番下のアクリルチャーム、引けなかったのがね、ちょっと心残り。まあでもね、ほとんどの賞をゲットできましたので、早速今からね、開封していきたいと思います。で、まずね、G 賞のハンドタオル。こちら4本当たったので、4種類コンプリートしてきました。今回の柄が、ピカチュウ、イーブイ、ポッチャマ、
ミミッキュの4種類なんですけど、いつもだとなんかちょっと正方形の大きい袋にね、平の状態で1枚入ってると思うんですけど、今回やばい。はい、こちらねアップにしたんですけど、こちらねドーナツのようなパッケージになっております。いや実物めちゃくちゃ可愛いんだよね。びっくりした。こういうねちょっとした一工夫めちゃくちゃ素敵です。まあ、せっかくなんでね、中どんな感じになってんのかね、1個開けてみということで、これめちゃくちゃ可愛いね。そして一番下の章、H 章、アクリルチャーム。こちらはクローズド全10種類。で、これ嬉しいことにね、全面プリント。下のね、待ち部分までしっかりプリントされててね、これは嬉しいよね。結構さ、ワンポイントとか多いんだけど、やっぱね、全面印刷って好き。はい、そして最後ね、A 章のミミッキュぬいぐるみ。いいね、結構でかい。こちらね、開封します。はい、こちらね、開封しました。いやー、だいぶね、サイズ感はいい感じ。でね、やっぱ実物見るまでは分かんなかったんだけど、A 賞に持ってくるだけのことあって、生地がね、ふわふわで気持ちいいです。ちょっと分かりづらいと思うんだけどね。はい、こんな生地になってます。で、あとね、この顔の部分の刺繍、分かる？これちょっとね、テカテカしてて、若干なんていうの、メタリックっぽい感じの色になってます。多分市販品とかゲームセンターの景品ってね、なかなかこういう色の刺繍ないと思うんで、ね、ここら辺がね、ちゃんと A 賞らしいなと思いました。はい、ちなみに足元ね、しっかり縫ってあってね、こちら脱がすことはね、できませんでした。はい、というわけで今回はね、ミミッキュの一番くじ引いてきましたが、いかがだったでしょうか。こちらのくじ1回650円、全国のホビーショップ、書店などで引くことできますので、気になる方、ぜひチェックしてみてください。今後もくじ動画をはじめ、いろんなグッズ開封の動画等もアップしております。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。